回本当に可愛くてすごい名だたる文豪の方々が書いた文章だったりとか、今までのその歴史をこうギュッと詰め込んだようななんかスタイルになってて、なんかこう形もすごく個性的なシルエットになってたりとか、同じ洋服でもきっと全然着る方によってまた雰囲気がガラッと変わるんだろうなと思って、撮影場所もちょっと神保町で撮ったりとか、古本屋さんの前で撮ったりとか、歴史とでも新しいもののなんか融合を感じて、すごく新鮮な気持ちで撮影させていただきました。毎朝どんな洋服着ていこうかなとか、皆さん TPO に合わせて朝とか選んでいると思うんですけど、着る洋服によってその日の気分がガラッと変わったりとか、全然違う自分になれたりとか、なんかそういう楽しみ方ってあるなと思っていて、皆さんがこの洋服を着ることによってこういう自分になりたいっていう理想像に近づいたりとか、よりこう自分の好きなものを追求していくような、なんかきっかけにこの洋服がなったらすごく嬉しいなと思いました。